ございます。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は少し曲がったきゅうり2本しかないんですが、これでお漬物を作りたいと思います。材料はきゅうり、それから生姜、そして唐辛子、みりん、醤油、砂糖です。生姜と唐辛子を刻みます。少し温まったのできゅうりを入れます。そして少し強く、火を強くしていきます。きゅうりの色が少し変われば出来上がりです。味が染み込みでとても美味しいパリパリきゅうりの出来上がりです。